蔵です。今日はなんと数ヶ月ぶりにあれをやりたいと思います。まああれっていうと、そうです、プレゼント企画やります。今日のですね、そのプレゼント企画なんですけれども、多分今までの中で一番たくさん商品数があるんではないかと思っています。一体どんな商品があるんだろう、気になります。では早速一つ目のプレゼント企画の商品、紹介したいと思います。一つ目、まあこれはもう皆さんいつもたくさんこう応募をいただいているやつなんですけれども、はい、今回もやりたいと思っています。愛蔵おデート1日、一つ目の商品です。前回はスイーツとか、あとなんかこう綺麗な景色がある海辺に行ったりとか、観覧車に乗ったりとかっていうので、いろいろ多分おデートはしたんですけど、今回も前回以上に楽しくなるようなおデートをやりたいと思ってます。はい。で、二つ目の商品なんですけども、これも最近もうツイッターを見てくれてる人の中ではね、いろいろこうリクエストいただいたりとか、もうリアルしたことを動画にするぐらい、予約とかもいただいてるんですけれども、二つ目の商品は、愛蔵レンタルです。もう今ねちょっとこう一回予約が満帆になってしまって身動き取れなくなっちゃったんですけれども、ようやく昨日おとといぐらいに入荷しまして、再入荷しましたんで、ぜひこの機会に愛蔵レンタルいかがでしょうか。そして3つ目はですね、夏に僕がサマーレボリューションっていう企画をずっとやってたんですけれども、その時に何回もこう履いた水着なんですけれども、水着はですねこんな感じです。これね本当に使ってないの、新品なんですけど、ほらね、新品、これこちらの G-3 で買った水着新品、こちらですね。こちらが3つ目の商品です。ちなみにサイズは S サイズなので、ぜひ小柄な方におすすめです。はい、次いきます。次はですねちょっとなんか今日は豪華だな。次の商品はこちら、じゃじゃん、シュプリームの帽子です。まあ、僕もシュプリームは、これもシュプリームなんですけど、すごく好きで帽子は愛用してるんですけれども、こちらは撮影の時にかぶったぐらいで、あとは未使用な感じ。ここのつばのところはカーキになってて、ここは黒なんで、この秋の季節にこの帽子とかは活躍できそうだなと思っているので、もしシュプリームの帽子好きな人いたらご応募お待ちしてます。よいしょ。そして最後、あ、最後の1個あった。最後はですね、ちょっとマニアックなんですけれども、愛蔵の下着、こちらをプレゼントします。はい、どのようなご要望にもまあ対応はしようかと思ってますけども、とりあえず下着という括りで、枠を作りました。はい、以上5点ですね。愛蔵デート1日、愛蔵レンタル、水着新品、シュプリームの帽子、愛蔵下着の5つ、今回盛りだくさんのプレゼントの中からお好きなものを1つ選んでいただいて、この YouTube のところ、この下のところに概要欄のところに応募フォームがありますので、そこから応募をしてください。
YouTube 登録している方に向けたプレゼント企画になっております。はい、みんなが喜んでもらえたらいいなと思っています。あとね、最近あれなんですよ、僕の昨日、先週放送した彼のプロフの謎っていう動画もう見てくれました。そのね、ツイッターでね、リュウくんっていう子がいるんだけど、その子のめっちゃ絵が上手で、アプリだとこういう人いますよねみたいなことを細かくね書いてるので、その子の投稿とか見て、あ、これ絶対動画にしたら楽しくなるなと思って動画にしたんですよ。で、リュウくんのやつ動画にしたよって言ったら、リュウくんは嬉しいって喜んでくれて、ここからね、なんかリュウくんとは仲良くなったんですけれども、そう、皆さんもよかったらね、すごいリュウくんの絵がね、めっちゃうまいので、僕の動画よりもリュウくんが描いてる絵の方がなんか数倍ぐらいなんか分かりやすい。そうなので、よかったら見てください。ということでですね、今日は数ヶ月ぶりに泰造プレゼント企画ということでですね、 YouTube いつもその見てくれてる人向けにプレゼント企画ということで、感謝の気持ちを込めてね、プレゼント企画っていうのをやってみました。はい、どしどし応募お待ちしております。以上です。お疲れ様でした。I got the beat.